天満基地に所属する MV22 オスプレイについて、日米両政府は今月7日、最も低いところで60メートル以上の高度の低空を飛ぶ訓練を実施することで合意しました。対象地域は日本国内の住宅地などを避けた山岳地帯で、沖縄県は対象外となっています。 沖縄県の基地負担の一層軽減する必要性を考慮した結果沖縄県を除く日本国内の住宅地等を避けた山岳地帯において実施することといたしました。ししま浜田防衛大臣は昨日このように述べ,て述べたうえで我が国の防衛および国民の安全確保の観点から大きな意義を有するとして低空を飛ぶ訓練を認める意義を強調しました。 今回の日米合意について、県は障害知事会などを通して訓練の実施状況を注視していくとしています。アメリカ軍機の低空飛行をめぐっては、県が一昨年県民に不安を与えるような低空飛行訓練を行わないよう要請しています。しかし、視聴者から RBC に寄せられた映像では、今月8日、大木見村起床下の西の会場で オスプレイが低空を飛行している様子が捉えられていますこうした現状がある中で今回の日米合意がどう沖縄の負担軽減につながるのかその実効性が試されます